どうも斉藤紳士でございます。さあ、ちょっとね、今日は、重いことになるかもわからないですけれども、まあ僕が生まれたのが、昭和53年、1978年でございます。もう45年今年経とうとしております。正直戦争というものに関してですね、全くの遠い過去。戦争を知らない子供たちを歌っている人たちが親みたいな世代でございますので、平和で当たり前、戦争なんてのはない、エンタメの中でしかないというような世代でございます。ただここに来て戦争というものがちょっと身近になってきましたよね。北朝鮮、中国、ロシア、いろんなところからいつ戦争が起きているもうおかしくないというような状況になっております。ただちょっと待っていただきたいのは、戦争なんて百害あって一利なしだと僕は思っています。はい。ただ一部の為政者とかに関してはですね、とても儲かるんですね。とても利益があるんです。戦争があると喜ぶ人たちがいるというのも事実なんです。じゃないと戦争なんて起きないんですよ。被害者ばかりだけではない。ただ被害に遭うのはいつもこう民間人というか、一般の人なんですよね。一部の為政者のために命を落とすというのがどれだけバカらしいことか、どれだけ、ふざけていることかというのをよく考えてですね、日本は戦争の方に舵を切らないように、何とかしていただきたいというふうに思うんですけれども、今こそ戦争小説を読むべきだと僕は思っております。なのでベスト5にしました。はい。今挙げる5つっていうのは読んでいただきたいと思います。そしてなぜ戦争小説を読んでいただきたいかというと、戦争小説を読んで絶対に戦争なんてしてはいけないというふうにですね、改めて思っていただきたいという気持ちがございますので、はい。読んでください。はい。僕も読んだものばかりです。読んで、とても辛い気持ちになった作品を紹介していきたいと思います。第5位、第5位はですね、イブセマスジの黒い雨。はい。これは以前この動画で紹介したことあるんですけれども、いわゆる被爆者ですよね。広島の原爆が落ちて、被爆をした人たちももちろん当然被害者なんですけれども、その後ですね、放射能の雨を受けたというだけで被爆者になってしまった、主人公のメインになるんですけども、正直ね、当時お見合いとかね、するんですけれども、被爆者だというだけで、それが叶わないというような、苦悩の日々を描いております。本当に戦争っていうのはその場だけで、例えば終戦しました、はい終わりなんて簡単なものじゃありません。戦争が残したね、被害っていうのはもう戦後何年も何年も経っても、苦しむ人っていうのがいっぱい出てくる。それだけ、とても怖いものです。本当に人を殺す殺し合いなんで、当然のことながら綺麗事で戦争なんて言ってますけど、殺人ですからね。そんなことをしているわけで、やはりその影響というのは、はい終わりましたって言ったから、じゃあ次の日から平和ですなんてことはないということなので、しっかりそれはね、肝に銘じておかないといけないなというふうに思います。はい。第4位、第4位は野坂昭如さんの蛍の墓でございます。はい。これはもう説明をしなくてもいいと思いますけれどもね、映画にもなりました。たくさんの日本人が見てると思います。もう本当に小説を読まなくてもいいと思います。まず蛍の墓の映画を見てください。あれを見て戦争いいねって言ってるような人はちょっともうおかしいです。はい。人間として、ちょっとおかしいので、だから戦争しようとしている人たちにあの作品を見せてどう思うのかっていうのをね、率直に聞きたいですね。セーターがね、神戸の三宮で死ぬシーンから始まるんですけれども、もう本当にこう語るのもね、しんどくなるというか辛くなる作品ですので、皆さんぜひ、見て読んで、ください。はい。第3位、第3位はですね、高橋ひろきさんの指の骨。はい。これもまた独特な視点で描かれた戦争小説なのではないかなというふうに思うんですけれども、高橋ひろきさんこの作品でデビューしてるという、それもすごいんですけども、
戦争ものなんですけれども、激しい戦闘シーンがバンバン描かれているかというと実はそうではなくてですね、まあ、一人一人倒れていくんですけれども、なんでこんなバタ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 倒れていくのっていう、そんな激しいね、戦闘があったわけでもないのに、でもそれが戦争なんですよ。何か明確な攻撃を受けたわけじゃなくても病気になったりだとかですね、一度受けた怪我が原因でどん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 死へと近づいていく、それも戦争なんだということを理解できる作品になっていると思います。はい、第2位はですね、百田直樹さんの永遠のゼロ。百田直樹さん自身にはいろいろ問題があるかもわからないですけども、この作品の素晴らしさっていうのはもう本物だと僕は思っております。はい、まずね、現代に生きる戦後60年ですかねぐらいの時にですね、まあ、ある 男の人、まあ、少年じゃないか、男の人ですよね、が、まあ祖父のね生涯をちょっとこう調べるということをやりまして、でまた調べてたらばちょっといろいろわかることがあるんですね。特攻兵だったとわかるとかね、で、あ、特攻隊聞いたことがある、神風特攻隊なんか聞いたことあるなっていうふうに思って調べると、知られざる祖父の、まあ、生涯というのが出てくるんですけれども、まあ、これも映画にもなってますけれども、まあ、僕は本当に小説で読んで、もう最後のクライマックスのシーンなんて僕たまたま電車で読んだんですけども、本当に涙をこらえられないぐらい、辛い、シーンでした。もう本当に今のね、感覚で言うと多分ここに描かれているおじいちゃんのその感覚で読めると思うんですけども、当時の日本の、状況からするとお国のために死ぬっていうのはいいことだっていうふうに洗脳されるんですよ。だから特攻隊なんてよっしゃって言って行った人もいる、でも怖くて逃げた人もいる、当然だと思います僕は。まあ、そういうようなところを、割と、リアルに描かれているので、一読の価値あると思います。はい、第1位、大岡翔平さんののびでございます。はい、もうこれは有名すぎる作品で、まあ、戦争小説の第一人者といえば大岡翔平さんなのではないかというところでですね、まあ、こののびが何がすごいかというと、戦争したいと思いますか、これを読んでというところなんですよね。一応敗色濃厚となったですね、フィリピンのレイテ島でですね、田村一等兵、という人がですね、まあ、結核に侵され部隊を追放されてですね、まあ、一人でもうジャングルをさまようようなお話なんですけども、もう目を背けたくなるような描写がたくさんございます。これもでも戦争なんです。はい、戦争っていうのは本当にいろんなところにいろんな被害を出しています。果たしてそんなことをやった未来にいいことがあるでしょうかね。もう一度考えていただきたいと思います。今日紹介したような作品をぜひ読んで、戦争というのは悲惨だと、百害あって一利なしだということを本当に肝に銘じていただきたいなというふうに思います。はい、というわけで今日は以上でございます。どうもありがとうございました。